バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターママのようこです。今夜のバニラスカイは次女ののんちゃんと一緒に仲良くお届けしたいと思います。最後までお付き合いくださいませ、よろしくお願いいたします。では早速今夜の1曲目、皆さんと一緒にライブでウォーウォーウォーってしたいんです。ヨーコでライフ。無意味なプライドだけで気づいてできたものは聴きいただきました曲はようこでライフでした。ようこね、10月22日の宝山ホールコンサートに向けて絶賛営業中と作戦会議中ではございますが、とにかく多くの方に出会いたいなと思って路上ライブをねさせていただいたり、まあとにかくですね、もう本当焦ってますもう焦ってるんですけれども、焦ってもしょうがないけど、焦らないといけないことも人生にはねやっぱりいっぱいあるし、かといって努力を全くしてないわけではないけど足りないのかもしれないけど、時間も必要だしとかね、でもやらなかったらやらなかったで後悔することもあるしと、まあ最近ね、高校1年生の娘のシノンとね、どうやったら自分の目標をお互いね叶えることができるかということで、でも娘の場合は高校生なので学力をアップしないといけないわけですね。でそういう時にはじゃあもうみんなさんもう興奮しちゃってるけど、みんなさん勉強好きじゃないでしょ、だからこそいつも今までしなかったやった方がいいかもしれないことを、本当教科書1ページでいいから1日してみたらなんか変わるんじゃないかなっていう話になって、で、まあ、2日間は続いてたけど3日目どうだったか、で4日目5日目とね続いてるかは分かりませんけれども、でもお互い嫌味じゃない、私も母親なんでね、かといって友達として接したいとかそういうレベルではもちろんありませんよ。ただ人としてお互い頑張ってるのに嫌味を言い合うようなのはさ嫌じゃん。だから親子だからこそこう切磋琢磨、励まし合ってね、理解し合ってね、時にはね、まあお母さんは叱らないといけないんですけれども、そんな形でね、ねえのんちゃん、そう、もうみんなでねこうハッピーサイクルを回し続けるために、最近思うんですけれども、ハッピーサイクルというのは必ずしも幸せな時間だけじゃないと思ってるんです。どちらかというと普通の人がね避けて通るようなことをいっぱいしていたり、乗り越えなきゃいけないっていうことを乗り越え続けなきゃいけなかったり、よくね頑張り時っていう言葉をね使われるかと思うんですけれども、常に頑張り時であったりね、みんなさこう逃げたくなるような人生を、これでもかこれでもかまだまだかと、休んでることを休むことさえも忘れるくらい、一生懸命生きていくっていうのが、まあねハッピーサイクルの我が家の作りかなと思ったりしておりますが、皆さんいかがでしょうか。さてこの時間はですね、今更ながらちょっとミニコーナーを設けてみようかと思いまして、私ね修行という言葉をね
まあ、私の周りは侍女子が多いわけですよ、皆さんの周り侍女子いらっしゃいますか？ということでね、なんのこっちゃって思われると思うんですけれども、まあ今一度考えてください、女性男性というね、その性別とかはまあ本当関係ないと思うんです。心だと思うんですね。恋愛だけでなくですね。そうなんですけれども、まあ一応私たちはね、こう生まれてきた時に女性として生まれてきて、侍という言葉は日本人ではね、こうふさわしくない使い方ではございますが、もう本当精神的にね、毎日自分と戦い、他の方のね幸せや笑顔、そしてとにかく皆さんがね平和でありますようにとかね、もうハッピーなことしか周りの人に対して考えていない、日々本当に戦っている、そういう女性たち、侍女子と周りでいっぱいいるんですけれども、使っておりますね。でね、まあ私たちの中で侍女子のね、鏡の方もいらっしゃいますが、まあ、陽子も最近ね、その天使ちゃんと、うちの石井ファミリー天使ちゃんと言われる反面、私だけでなく、シノも、だいぶ侍女子になってきましたが、まあとにかくですね、みんながこう当たり前に幸せであるというために、いろんな人たちがね、いろんな分野でね、こう身を粉にして頑張っているという時間もあるわけですよね。で、私は、自分がこう頑張ってるよと自分で認めてあげなきゃ、どんだけでも働いちゃうんです。多分ね、周りから見ると、もっと休んだらとか、効率悪いんじゃないのと言われるかもしれませんけれども、お母さんは、朝昼晩ご飯も必要ですし、なおかつ家事もしないといけないんですけれども、仕事の方はですね、歌っている時間がやっぱり仕事時間、そして作っている時間、その他営業やらなんやらね、とにかくもう時間が本当に足りない。で、私もね、多分20年後もこうではないでしょ、子育ても終わってるでしょうしね。だから今が本当に踏ん張り時と思って動いていると、本当ね、今の私の癒しは歌ってる時間、自分が歌ってる時間が楽しいだけじゃなくて、自分が歌ってることによって笑顔がすごく返ってくるっていう時間がね、めちゃくちゃ幸せで、でね、あまりにも今度は幸せすぎるとちょっと疑ってみたくなる。それは何なんだろうな、こう自分をとことんね、もう本当これでもかってぐらいね、修行しないといけないだろうって追い詰める癖があるんでしょうね。でもね、最近はやっぱりこう36歳ずぶとくなったんでしょうね。私だってこんだけ頑張ってきたもん、こういう風にしてきたもん、だからこの時間があって当たり前じゃないのみたいなずうずうしさがあってね、それだからこそ感謝できて、なおかつ歌い続けられるというね、そう、すごくこれもまたハッピーサイクルになってます。なのでね、私にとっての修行っていうのは本当ね、歌い続けることを、まあ、毎日なら毎日ね、1週間にこの日この日って決めたらその日とか、とにかくもう固定して歌い続ける、何があってもそれが優先っていうのを、まあ、シングルマザー歴も長いですけれども、歌い始めた時もうすでに子育てをしておりますからね、とにかくそれ優先で生きてきたっていうことが私を強くしてくれた修行の最低の、なんていうのかな、自分の決め事でしたね。まあちょっとね、その修行っていう言葉、ちょっと今日スタートしたばっかりのミニコーナー、いつまで続くか分かりませんがまあね、自分が自分であるためにっていうね、本当大事なことですよね。ルーティンを持つっていうのはね、不規則な生活だからこそ、不定期なね、仕事だったりライフワークだからこそ、ルーティン化すること、守り続けることは本当大事だなと。時間があるんだったらやっぱりご飯を作って極力家族と一緒に食べるね。自分はね、こう食べ出さなくてもいいんだけど、やっぱりね、ちょっとでもあったかいものを食べてほしいと思うとね、外食だったりお弁当だったりはね、ほぼほぼうちはやっぱりないんですよね。かといえね、やっぱりこう忙しい時はね、もちろん頼りますけれどもね、子育てしながらできるこの仕事に愛あふれる皆さんに本当感謝の毎日です。ではね、ここで今夜2曲目お届けしたいと思います。すっかり秋でございます。秋はこの曲ぴったりだなと思って聞いてました。
カバーアルバムスターズよりイエスの。いただきました曲はカバーアルバムスターズよりヨーコでイエスノーでした。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。まあヨーコ冒頭に焦ってると言いましたけれども、焦りがあるっていうことはうまく自分がね思い描くように時間が使えない時って特にありますよね。まあね、この1週間今週はですねのんちゃんが、お熱が出たりで、体調不良でもね、もう赤ちゃんってほら突発性発疹だったりとか最初にねやっぱりお熱があってまた成長するっていうタイミングなんで、そのタイミングと一緒に、医師の東京出張がかぶったりとか、まあとにかくね、私よくシングルマザーで頑張ってたなとね褒めてあげたい。本当ね修行だらけの人生でこれからもいっぱい修行はしていくと思うんですけれども、その修行というものがさやっぱりこうなんていうのかな、自己満ではあっていけないよなって思ってね、でいろんなことを考えたり、いろんなことを行っていく上でとにかくフォーユー精神でもありますし、あと私がね幸せのバロメーターみたいなそのキャッチするアンテナがね鈍ると多くの人に迷惑をかけちゃうよなと思って、だからこそいろんな人のいろんな、時間にね音時間に寄り添える歌詞が書けるようなね人間でいたいなと思ってね、最近すごくねそういう意味では、歌詞を書くため の, そのアンテナの修行というか鍛錬ですよね。本当本当ね、私は歌詞を書く、曲を歌う、曲を作る、この作業で自分の生き様を残すことができるんですよね。だからこそ一人でも多くの方の役に立つような、だからそれが仕事としてアーティストであるということなのかなって思うと本当ね売れなきゃいけないなと思いますが、でもね本当売れることだけが全てじゃなくて、今は本当ねストリートライブシンガーとしてねお世話になっているセンテラス専門館で県内外そして国外の方ともねお会いするときにわざわざ聞かされている歌声に足を止めてくださるね、そのことが嬉しすぎて、じゃあまだ私は歌ってていいんだなって、だから歌えば歌うほどパワーをいただくっていうのはそういうところにもありますね。まあとにかく本当ね毎日毎日感謝ばかりなんですけれども、カバーアルバムスターズよりお聴きください。ヨーコバージョンでみんな空の下。涙流さない、どんなに辛くても誰にも負けない強さ持ってるのは、ああ周りを悲しませないあなたの優しさ、見つめる瞳言葉なくても伝わるあなたの想い、負けないよって
頑張るよって何度も優しく笑うんだ。あなたの笑顔は誰よりも輝き、曇り空まで晴れにしてしまおう。何度も高い壁乗り越えたから、何いただきました曲は陽子カバーアルバムスターズよりみんな空の下でした。そういえばですよ、皆さんモテ期とかあると思うんですけれども、私はモテ期というのは経験したことがないんですけれども、それに代わるような、なんでこの日だけにイベントがっていう1週間前空いてたのにとか明日は空いてるのにとかね、結構ねあるんですよね。でそれが戻ってきたっていうのが嬉しくて、いろんなアーティストさんもね1日何現場とか経験あると思うんですけれども、それを多分ね体感されてると思います。私は鹿児島ではねイベント出演の方が多くて、で県外はねライブで伺うことが多いんですけれども、まあ他のさアーティストさんと比べるとかそういう話じゃなくてね、もうとにかくコロナ禍のね影響でめちゃくちゃ受けてる、いろんな方が。その中でプロアマ問わずね、多くの方が音時間で多くの方とご一緒できるっていうのがね、本当ね幸せなことだよなってしみじみ思って。で10月22日は陽子のコンサート会場ではもうなんか日本語変、陽子のコンサート会場では今までで一番大きな場所、ワンマンライブの場所がですね、そこが宝山ホールという鹿児島市内にあります。1500人入るねホールなんですけれども、なんとこの日、鹿児島県の伊佐市というところ、大口酒造さん、黒伊佐錦で有名なんですよね。黒伊佐のね大口酒造さんの新焼酎祭りが3年ぶり4年ぶりにね開催となって、もう毎年ね今年はやっぱりできませんできませんとねメッセージいただいてたんです。だからこそもう本当また今年も歌ってくださいって言っていただいたことがめちゃくちゃ嬉しくて、実は10月22日朝10時30分から鹿児島市内から1時間ちょっとぐらいは見てた方がいいかな、かかる大口で歌わせていただきまして、大口酒造さんの焼酎祭りを盛り上げたら、そのまま陽子は鹿児島市内の宝山ホールに戻ると何とも嬉しい。皆さんはしごしていただきたい。大口酒造さんは振る舞い酒ですけれども、朝10時半から陽子と飲んでいただいて、陽子は飲みませんけどね、陽子の目の前で楽しく飲んでいただき、陽子夜まで頑張れってね応援いただきまして、そのままちゃんとハンドルキーパーをつけていただきまして、夜は鹿児島市内にいらしていただきたいと思います。実はねもう一つお声掛けいただいたんですけれども、スケジュール的に会えば行きますよって言ったけど、そんなねお誘いいただいた方々の方が恐縮しちゃいますよね。なので、私はその日3現場ではなく2現場で頑張りたいと思います。天使たちのいる生活といたしましてね、 SNS 発信している記事もありますけれども、もっともっとね責任を感じながら発信するくらいね、この今の自分をねちゃんとねこう伝えないといけないのかなって思うことがあります。というのもね、お母さんって孤独だったり子育てって孤独だったりとかさ、そういう記事を見るとみんなさそうなんだとか、で私歌ってるとね今子育て中のね娘にね陽子さんの歌を聴かせたいっておっしゃっていただいたり、2番目の1歳ののんちゃんをさ抱っこしながら歌っているとね、もうほんとこうやってたくましくね私も頑張ってきたつもりだけど、とにかく娘をね応援してほしいわっていうね、なんかこう今の私だからできることっていっぱいあるよなって思えてならないんですよね。だから今仮タイトルママの歌というものもね制作に入っておりますけれども、とにかく私はね皆さんが大事な人とハッピーでありますようにということをもっともっと音楽
音時間で伝えたいなって思った時に、今どの曲が一番ふさわしいってね、こう問いかけながら歌詞を書いております。皆さんさ、こんな私が特化してね、こういつも言っているようなことを感じますか？自分が生きてて、やっぱり自分が一番だなって思える人は、それはそれで素晴らしいと思うし、いや家族が一番でしょうってさらって言える方もそうだと思うし、でね、そう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 いえばね、あのシノンとね、あの見つけたんですけれども、鹿児島市にねイクメンコンテストっていうのがあって、医師をね応募しようかなと思います。医師は61歳のギタリスト作曲家アレンジャーですが、2人のね16歳と1歳のお父さんで、自分の仕事も忙しいのに同じ仕事をしている嫁シンガーソングライターをね支えながら、現場でも支えながら、制作も支えながら、なおかつお家でも支えながら、すごいなと。私じゃあ逆の立場でね、お父さんをしろって言われても、やっぱりこうお父さんってこんなもんだろうとか、愛情ないとできないよなっていうこともねいっぱいありましてね。だから私はこうお母さんとして活動してるけど、いやそもそも今の時代、男の人がね私みたいにねこう分かりやすい形でね発信できるのも素敵かなってすごい思って、だからシノンと、高校1年生の娘なんですけどね、シノンとね、発信をこうするっていろいろ考えてはいるんですよね。インスタとか YouTube とか、そして TikTok とかね。ただどうしても子供を出すと、なんていうのかな、こう怖いというかね、この仕事だからこそこう安全面大事かなとかね、いろいろ考えても億劫億劫で、だけど、あ、イクメンコンテストを見た時にこれじゃん、お父さんがね表立って出ると世界ってもっともっとこう変わるんじゃないかなと思ってね。なので鹿児島市のイクメンコンテストに応募を勝手にしようと思いますが、それをねもし通過した時にはまたね面白いこうイクメンの輪というか子育ての輪が音時間で広がるんじゃないかなと思いますので、そちらも皆さん私たちと一緒に乞うご期待お願いいたします。コンテストに出たのがきっかけで、賞をもらわなくても表彰されなくても、この機会にね医師もねこうもっともっとお父さんの姿でミュージシャンっていうのを発信しても面白いのかもしれませんね。では今夜最後の一曲、皆さんの平和を幸せを願って、陽子でキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに。君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えていくために必要。いただきました曲は陽子でキス&ハグでした。この曲はですね、もうとにかく1歳ののんちゃんが大好きな曲なんですよね。のんちゃん今日もずっと収録付き合ってくれてありがとうね。素敵な笑顔で、めっちゃくっちゃ可愛い笑顔で、ちょっと鼻水出てますが、のんちゃんね、ママのことをずっと見守ってくれました。そして何よりも音楽が流れるたびに踊ってくれるというね、さあ可愛いのよ本当に。皆さんもうね TikTok でバズるでしょうね、こんな可愛さっていうか、もう世界中の赤ちゃんバズってますよね。
もう可愛すぎる。でさ、こう今しかないこの瞬間をいろんな形でね、皆さんね、人生の中に刻んでいくと思うんですけれども、やっぱり私は自分の言葉、自分の気持ち、背中、何もかもでね、もう子供たちには残していきたいなと思います。そしてさ、陽子はどんどんおばあちゃんになっていくからこそ、その年齢を生かして多くの子供たちのね、力になれるように頑張りたいと思いますね。ではでは、今日もおばあちゃん節炸裂の陽子がお届けしましたバニラスカイ。この後はひふみつばあです。ひふみさんよろしくね。では皆さん1週間もハッピーで、のんちゃんもね、せーの、バイバイハッピー。